東京歯科はかつて存在した日本の六大都市の一市東京市が制定した歯科である。日本コロンビアから発売された SP レコードでは東京市民家の表題も使用されている。作詞高田光介、作曲山田耕作。本校では歯科と同時に制定された東京市同用についても解説する。第七代東京市長を務めた 後藤新平の提唱で刊行されることになった東京市民特本の発刊記念事業として1921年10月より市民課及び同様の2部門の歌詞が丸1年をかけて検証公募された。1923年4月、後藤の公認で東京市長となった永田秀次郎が審査委員長を務め飽きた宇釈岩谷さざなみ、久保田敏彦。 西条80、山田高作らを審査委員として、両部門の選考を実施した結果、市民課は330編の応募作から、東京府職員で石川県警察部に出向中であった高田久広氏同様は、深川区の材木商番等である吉田栄次郎の応募作が、それぞれ一等入選となった。市民課の一等賞金は500円。 二等は三百円で、同様の一等賞金は三百円、二等が百円であった。作曲は、市民家、同様とも、審査委員の山田工作に依頼され、6月14日に、両曲の発表音楽会が、日比谷公会堂で開催された。ところが、主たる事業であった、東京市民特本の観光は9月1日に、発生した関東大震災のため、 翌1924年10月と当初の予定より大幅にずれ込んでしまう。市民特本の関東には東京歯科と東京指導用の歌詞が一等入選作品として紹介されているが、このうち東京指導用に関しては作詞者が小吉田英二郎君とされている。吉田の死因については市民特本と同年に刊行された市民の歌ヘる巻末の訃法において、 震災で店舗を全焼した後に再建のため奔走していたが病魔に侵され11月に亡くなった胸が傷つされている。東京都の公式サイトでは東京史家の制定年を発表音楽会が開催された1923年や市民特本が刊行された1924年ではなく1926年としている。この年に刊行された 東京市政概要対象15年版で東京歯科と東京指導用の歌詞と楽譜が掲載されたことから両曲が広く市民に知られるようになった。1932年11月には日本コロンビアから東京市民歌の表題で米倉俊姫、また B 面曲として東京指導用を大川隅子がそれぞれ歌う SP レコードが発売されている。 なお牛塚小太郎市長の在任中に作成された、東京市の広報版、選挙縮制に、おさむいて帝都市民諸君に、祖父 B 面や、1940年の期限2600年記念行事として、作成された5枚組の記念版では、東京市民家でなく、東京市家が、表題とされている。東京市家作詞者の高田光介、東京市家を作詞した高田は、 長崎高等商業学校の校長在職中であった1942年1月に不妊先で休生した。東京市は1943年7月1日の東京都政志向に伴い東京府と共に廃止され東京都が成立した。しかし東京市下は1947年に東京都下が制定されて以降も廃止されず順都化的な扱いで、 現在も存続している。東京都の公式サイトで紹介されているのは歌詞のみであるが、楽譜は市民の歌ヘルや東京市政概要対賞15年版、また山田工作全集7国民歌謡曲集及び東京の歌その心を求めて等に掲載されている。東京歯科の一番の歌詞は、武蔵野が一面の原野だった時代をしのぶ内容で、 あるが、2番と3番の歌詞は一転して、日本の首都としての東京市の発展を称えるものとなっており、特に2度繰り返される、大東京という表現は光栄たる、東京とかにも受け継がれている。東京市か及び、東京市同様は、歌詞、戦慄とも著作権の保護期間を満了し、パブリックドメインとなっている。1、2、3、1、2、東洋1の東京予算。 世界一に山田ならぬ読売新聞1923年6月24日付御面によれば、吉田栄次郎は、浅草く吉原生まれの数え26歳。聖火高等小学校を卒業後に、深川の材木省で奉公人として、働くようになり、入選時は番頭だったとされている。東京指導用に関するカテゴリー。ありがとうございます。